で、この線にまた戻してやるような形になります。トルクがかかったらそこでストップしてやる。はい、ということで、こういう形で、足がしっかり組み上がりました。ちょっとおさらいになるんですけれども、ここは合かきというものをして互い違いにしましたよと。で、ほぞというものでがっちり接合しました。で、ここですね、幕板、天板と留め付けるためのところに穴も2段階で開けました。ここまで来て、最後はじゃあ天板を、加工していきます。まあ、一応せっかくなので最後ここを、丸くしてみようかなと思います。まずじゃあコンパスで、丸を描いてみましょう。ではですね、まず中心を出します。大体で構いません。こういう形で対角線を結んでやると中心が取りやすいですね。この横を測ってその中心というやり方もあるんですけど、中心出すときはもう大体この対角線を結んでやったら中心が出ます。はい。で、あとじゃあどれぐらいの丸にしますかといったときに、こちらの幕板より外に飛び出させたいです。ここが見えてたら恥ずかしいですね。255という感じですね。だから、大体で、127とかそんな形になると思います。まあ、そういうふうに、数字で追っていってもいいんですけど、まあ、大体この中心から外側まで飛び出る形ということで決めてやってもいいかと思います。ちょこっと飛び出す形ですね。じゃあこの部材の中心から線を引くときに、ちょうど今たまたまここにこんな大きな節があります。この部分は入れてやっても面白いんですけど、まあ、今回はちょっとこう中途半端にかかりそうなのでギリギリのところにしてやろうと思います。で、さっきの、足の幅よりも大きいところでギリギリで取ってやります。ではこのままぐるっと回します。よいしょ。こういう形で、丸が、できました。はい。じゃあこれを今度、まあいろんな方法があります。糸のこでもいいんですけれども、ジグソー、一般の家に糸のこっていうのはなかなかないと思うので、まあ手の、手動の糸のこならあると思うんですけれども、ジグソーで、切っていこうと思います。はい。じゃあ準備しました。これがジグソーですね。一応まあ今日使うものはボッシュのものですね。まあ、ちょっと古い形のものになるんですけれども、まあ簡単にちょっとざっと説明します。また詳しい、ジグソーの、使い方というのは、別の動画でアップします。簡単に言うと、まあ、ここの刃がノコギリで言ったらこういうふうにカットしてくれるというような形のものですね。はい。で、いろいろまあ種類があります。しゃくり機能、こういうオービタルというこういう動きをするものもあります。そういうものは直線を切るときにすごい有効に早く切れるというようなものもあります。あとはまあスピードですね。こういう形でスピードの変速が、できるものっていうのもあります。はい。で、あとは大体のジグソーはそうなんですけど、これ、プレートを斜めにして斜め切りができるというような形のものもあります。で、ジグソーとあと丸ノコで、どう違うのと、どっちを買うならいいのということで悩まれる方がいます。曲線切りは基本はジグソーじゃないとできません。丸ノコで曲線を切るというのはまず無理です。でただジグソーはまっすぐ切ることもできます。ただまっすぐ切るという、能力においては丸ノコに劣る。どうしてもやっぱりこうブレや、なんて言うんでしょう、歪みが出てくるというような形で考えてもらえればいいかと思います。だからまあ初心者にとっては、危険も少ないですし、すごい、とつきやすい、ツールだと思います。はい。じゃあ実際に、切っていきましょう。上からしっかり、材料を押さえてあげます。でジグソーのこのプレートが材料から離れないようにしっかりこういうふうにつけてあげます。でジグソーはすぐにギュッと曲がるような動きはできないので、ゆっくりゆっくりこの円の、弧の部分に近づいていってやります。
そうするとですね、こういう形で、ちょっと焦げが出てます。まあ、ちょっと歯が、あまりまだ良くない歯を、交換せずに使っているので、こういう形です。で、こういう形で、まあ、線の、ちょっと外側の方を切ってやるようなイメージで、最終的にヤスリで仕上げるというようにしてやるといいかと思います。で、一つジグソーのコツなんですけれども、こうなんでしょう。この線ばっかり折っていると、あ、ちょっと外れた。また今度内側に行きたいってこういうふうにすると滑らかな断面になりません。実質、まあ、こう綺麗な丸じゃなくても少しこう歪んでいても実質分かりづらいので、本当はそれでいいはずが あまりこのジグソーでその線にこだわるあまりにこうジグザグジグザグしてしまうとせっかく描いた丸が綺麗になりません。そうすると仕上げにもちょっと、時間がかかるということになりますので、できるだけまあこの線にぴったりじゃなくてもいいので、なんとなく滑らかに円に見えるようにやってあげたらいいかなと思います。はい。あとはまあジグソー、皆さん、こういうふうに横から、見る方がすごい多いんですけれども、こうするとすごい歪みやすいです。できるだけ、こういうふうに上から見てやってですね、ここばっかり見ているとさっき言ったようにジグザグジグザグしています。同じポイントにいてもこれもこれも結局歯は同じポイントにいるんですけれども、この子に対して進んでいってやりたいので、この隙間の中心がに線が来るように常に持ってあげると、何でしょう、その車の運転と同じで次カーブが来るぞというものが予測できます。そういう形でここ歯の、切っているところに意識をせずに、もうここにぴったり来てれば必ずここに、歯はいるはずですので、だいたいこの辺りを見て真ん中に線を持ってきてやる。で、できるだけこう上から見てやるというのが一つのコツになります。はい、では続けて切っていきます。こういうふうに線からずれてしまった場合はまたこう線に戻してやりたいんですけど、こうグッと力を入れて押し当てるとジグソーの刃っていうのはすごい柔らかいのでこういうふうにしなってしまいます。でその状態で切っていくと上と下の断面が変わってきますね。なのでこういうふうにずれてしまったよっていう場合は、一回例えばこう切ってしまって逆にこっち側から回してやる、そういうことでもいいです。本当はそうしてやるのが一番いいんですけど、もしそのままの位置で修正したいのであれば、切るという感じではなく今これからやってみますけど、少しずつ削りながら元のところに戻してやるようなイメージになります。ちょっと一回やってみます。こういう形で少しずつこの端っこを削って、でこの線にまた戻してやるような形になります。でもう一つのジグソーのコツなんですけど、普通にこう腕がですね、腕だけで切ろうとすると腕っていうのはいくらでもこう関節があって動きます。なので、すごいガタガタしづらい、しやすいという形になってきます。なので体をジグソーに密着させるぐらい、ここ体を一体にしてで切っていく。でこういうふうにぐーっと切っていったら自分の体も回ってしまいます。そうすると、無理な体勢になって歪みの原因になります。なので必ず材料の方を回してあげてください。自分の体を固定して少しずつ進む、で切りづらくなったら材料を回すというふうに切っていってあげてください。じゃあ続けます。こういう形で、綺麗な丸に切れました。こういう節の部分っていうのはすごい硬くてなかなか刃が進みません。無理にグイグイ押さずに少しずつ削ってやるというような、イメージでいくといいでしょう。はい。それでは、サンドペーパーで、仕上げていこうと思います。でまず鉛筆線を消すという目的が一つ。
あとは、さっきジグソーで切ったところのちょっとガタガタしたところを、できるだけなだらかにしてあげるというものが一つ。あともう一つは、今こう角がピンピンしていたら、手触りが良くないので、ここをちょっと丸めてあげるというような形の、考え方になります。はい、ではこういうふうにですね、木の端材でもいいんですけれども、こういうものがあれば、こういうふうに、サンドペーパーを貼って、今これ150番という粗い番手がついてます。でこれで鉛筆線の部分を木目に沿ってですね、削ってやります。はい、大事なのは木目に沿ってかけることですね。この後、オイル塗装などをするときに、この横にかけてしまうと、この今、ヤスリで削っているのも実際は傷をつけている行為になります。これを横にかけてしまうと、この木の繊維方向と横に、筋が走るので、すごい何と言うんでしょう、塗装した時に目立ちます。なのでできるだけこう木目に沿ってかけてやるということを意識してください。はい、まあ、ざっとでこんな感じでいいですかね。電動サンダーなどがある方はもっと早くできるかと思います。あとはできるだけこういう横の部分を仕上げていってやります。はい、で角をこういう形で少し落としていってやりましょう。で例えばで、まあ、こういう角の面取りに関しては手に巻きつけてこうやっていただいても全然大丈夫です。硬い端材などに貼り付けると、そのピンポイントの部分しか当たりません。でもこの手はクッションの役割を、この肉がしてくれますので、何と言うんでしょう、こう面にフィットして落としたい分だけ落とせるというような考え方になります。はい、こういう感じでざっとですけれども、基本、ヤスリ分けができました。まあ、本当はもっと丁寧にやってあげるのがいいです。でもっときちんと仕上げたいのであれば、240番でもっと言ったら320番とかにするともっとツルツルスベスベするような形になると思いますが、それは、今割愛させていただきます。はい、では一応、天板は、仕上がったという形で、考えてますので、これをまあこういうクッションのなしでやってしまうとまた傷がついちゃいます。なのでこういうクッションの上でやってあげるのが、一番いいですね。はい、では実際にこういう形で合わせてみましょう。合いかきですね、前回はぴったり合いました。こういう形で、金槌の丸い面を使って叩き込んで、これは天板の上でやらない方がいいですね。こういう形で、これでツラになりました。はい、こういう形でしっかり足ができましたね。はい、それでは今度、天板に合わせてみましょう。はい、先ほどコンパスの穴をつけてしまったので、こちら側が下の方になるといいかなと思います。で、こういう形でしっかり足から外側に、1センチずつぐらいはみ出た形になりますね。で、細かく測ってもいいんですけれども、だいたい目分量で構いません。例えば自分の指1本分が端っこに出るように微調整をしてあげたり、こういう形ですね。で中心が取れました。はい、それでは、インパクトドライバーで止めていきます。前回の、計画でコーススレッドの38ミリというもので、ちょうど、ここに、1センチから15ミリぐらい、まあ飛び出て、しっかり止めつけられるという計画をしましたので、はい、今この38ミリを実際に使っていきます。はい、それではここに穴に入れて、でこの時にしっかり幕板を、天板に押さえつけてあげてください。ここに隙間がある状態で止めてしまうと、その隙間が埋まってくれません。ぐーっと初めの状態で、押さえつけておいて、クランプをしても構いません。でこの状態からスタートしていきます。もう一回いきます。ここら辺から、はい、じゃあ止めていきます。はい、位置がずれないように、本当はまあクランプしてあげるのが一番いいですね。こういう形でしっかり幕板と天板の間に隙間がないように止めていってあげてください。今度は
もう片方の足の方の止めていってあげましょう。はい、こういう形で止まりました。はい、でこの状態でもう持っても動かないですね。はい、じゃああとはどんどん止めていくだけです。でどれぐらい、入れたらいいのという話になるんですけれども、あのトルク、このガガッガガッといって、こういうふうに、手の感触で大体分かります。もしそれが分からない人は、ドリルドライバーのトルク調整で、行き過ぎないようにというふうにしてやるといいかと思います。もうトルクがかかったら無理にそれ以上は入れない。そうすると中で空回りしてしまって、木がボソボソになってしまったり、もしくは、最悪このビスが、頭が折れてしまうことがあります。ここから先がポロッと取れてしまうというぐらい木は硬くて強いです。なのでトルクがかかったらそこでストップしてやる。はい、これで全部止めつきましたね。ではこの状態でガタつきを見てやります。はい、基本ガタはなさそうなんですけれども、ごめんなさい、ガタがあってくれたら本当は一番良かったんですけど、こういう場合、まあ、どうやって調整するかというと、まあ、僕らはちょっとカンナで削ったりして、ここの部分ですね、調整したりもするんですけれども、まあ、なければちょっと地道に、サンドペーパーでこう削っていってもらっても、まあ、ある程度は、できるかと思います。大きい場合はノコギリで薄く切るというような調整法になります。はい、じゃあその部分はちょっと割愛しましょう。あとはまあ組み上がった時点でもう一回サンドペーパーをかけてあげて、それで完成となります。はい、はい、ということで、完成しました。まあ、ちょっと長い回になってしまったんですけれども、ほぞ組みというところにちょっと重きを置いて、通常ならここビスで留めてしまうところを、ちゃんとした家具の作り方で、昔から その伝統工法、木組みということで、ほぞを作っていきました。でもう一つの技術は合掛きという形になります。で、これが、できるということは、このほぞができるということは、こんな今ちっちゃいツールですけど、これを大きくしたら単純にテーブルになります。で、合掛きじゃなくてここを4本そのほぞを回したら、普通の一般的なテーブルと同じ形になります。というふうに、このほぞで足物、こういう足の部分が作れればいろんなものに、応用できるというのが、一つ文庫の面白いところで、まあ、ビスで組むっていうのも、いいんですけれども、長く、使おうとしたら、まあ、やっぱりこういう木組みのものを、にトライしてみるというのも一つ面白いところかなと思います。はい、でまあ、ちょっとこういう形で、今回は、少し小さめのものをすごいシンプルに作ってみたんですけれども、まあ、それを皆さん、いろんなものに、まあ、応用してものづくりに生かしてもらえたらなと思います。ということで、木組みで、保存のツールを作ろうということで、長い、回になりましたけれども、ありがとうございました。はい、以上です。